I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people. This is the continuation of Cyrus Lewis. Please enjoy.遅いです。交流点はこのエリアの奥に、他にルートはないので。落ち着けですって。気負ってる。父は殺されたんです。その仇をもうすぐ撃てるかもしれない。気負って当然です。それは悪いこと。私の身は心配してくれだなんて、私頼んでません。あなたは本当に幸せな人ですね。友達や親しい人に囲まれて、いつもいつもヘラヘラ。以前助けてもらったことは感謝しています。ですが、友達ぶって妙な気を回さないでもらえますか。私の心の中で何を見聞きしたか知りませんけど、私、あなたと友達になって、は？これだけ言いたいことが言える相手となら、友達になれる？何ですか、そのお花畑の理屈は。そんな甘ったるい言葉で、私を丸め込めるとでも？まったく、あなたって人は、飽きた。
にゃーいよ。これは紙し。ご機嫌うるわしゅう。スレド。そこまで警戒する必要がありますかね。お互い知った顔じゃないですか。おや、あなた怒ってらっしゃる。察するに新田君の件でしょうか。この人から聞きました。新田さんに何をしたんですか。いや、少しばかりお手伝いしただけですよ。彼の望みを叶えるために、ね。ではそれが私の望みを答えになっていません。新田さんに一体何を。進化を促したとでも言っておきましょうか。彼は力を欲していました。それもとてつもなく強大な力を。ですが今の肉体のままでは仮に力を手に入れることができたとしても限界がある。イーターとの同化。彼は勧めを受け入れ、イーターと同化し、優れた能力を獲得した。イーターがデータを捕食して、情報を蓄えるように。彼はデータを吸収して、力を増大させることができるのです。急激な力の増大の影響か、多少高揚状態にあるようですが、何？シフユコさん。え？いや、こっそりモニターしておいてよかった。あなたの時は完全に取り込まれてしまう。しっかり調整して、新田くんの優位をバッチリ条件付けてあります。あって、あなたは何故何を起こるのですか？彼の望み通りに進化しているのですよ。あなたは彼の望みを否定するのですか？限界と不可能が支配する現実世界のように。スネドルさん、あなたはリエさんの正体に気づいていたんですか？その上で協力を。彼女の精神が人間ではない何者かであることには気づいていました。ただそれがロードナイトモンというデジモンだったとまではさすがに付け加えるとすれば、彼女の行為には私もほとほと困り果てているのです。彼女は人類だけでなく世界そのものを破滅に導こうとしています。これは私の望みとはかけ離れている。いや、もはや暴挙以外の何者でもない。私の身はあくまで世界の進化であって破滅ではないのですから。そこでお二方に提案です。我々は最終的な目標こそ違えど現段階での利害は一致しているはず。ここは一つお互い協力し合いませんか。彼女がデジタルウェーブの制御に使っているプログラムは元を正せゆえに私のレースがロードナイト。そこで当座の目的達成までボディーガードを。ここは彼と協力しましょう。少なくとも今す。いやいや、いざ。ない。
私たちならきっと。行きます。みんな、急いで。私たちならきっと。行くぞみんな。絶対ですね。私たちならきっと。やれやれ、ようやく到着しましたね。あれが交流点。待っていたぞ、人の子よ。ロードナイトモンの読み通りだな。長い間、人の世界、我が輩はクレニアンモン。ニグドラシルに絶対の忠義を誓うものだ。ここを通すわけにはいかん。
さんはロードナイトモンはどこにいるんですか？答える必要はない。お前たちはここで果てるのだ。いや、ちょいと失礼。一つ聞きたいことがありまして、よろしいですか？スエドウさん。スエドウ？ロード、やつの策略に気づかず人間を裏切っていたとは、なんとも哀れだな。事実とは少々異なるようですが、まあさなずなことだ。どうでもよろしい。それよりクレニアノモンさん、あなたもロードナイトモンさんと同じく現実世界すべての破滅をお望みなのでしょうか？イグドラシルの意志は人間世界の破滅だ。他の動植物の生命まで奪うつもりはない。なるほど、なるほど、なるほど。では私に協力していただき。なんだと？私は人間を進化させたいと考えている。愚かしく惨めな存在からこれより生まれる完璧。そうなればあなた方デジモンとも隣り合う世界の住人同士問題なく共存ってのです。他の種族の進化に貢献できるまたとない機会ですよ。知的生命体としてこれ以上ないほどの晴れがましい機会です。ほら、協力したくなってきたでしょ？理解できんな。お前ごとだ、返答するまでもない。そもそもどのような申し出であれ、貴様への協力は人間への協力に、それはイグドラシルの命に背くことと同意。花から起こり得る。やれやれ、神への猛獣ですか？実に愚かしい。貴様、我が忠義を愚弄するか？思考の停止、意志の欠如、まったく嘆かわしい限りですね。己、言わせておけば。イグドラシルへの忠義こそ、誉れであり、誇り。我が魔僧クラウソラスにて暴言ごと露と散らしてくれるわ。おや、怒らせちゃいましたね。しきしき。ではあとはあなた方にお任せ。え、私アランごとが極めて増えてでして。あ、ほら来ますよ。
いざ参る。我が輩が敗れるとは。しかしそれも我が輩の心には迷いと疑いがあった。あろうことかイグドラシルへの、そしてルフトモンたちへのわずかなものではあったが、それが
いや、そういうことは、たとえ弱さであったとしても、それは紛れもない変化です。ふん、憎らしい。奇妙で愉快な存在だな。やはり、理解でき。いやー、消えてしまいましたか。悲しいですね。な、しらじらしい言葉ですね。こうなるよう仕向けたのは、あ、反論はしませんが、事実は事実。どうあれ、悲しいことは悲しいのですよ。さあ、これで供給は止まりました。エグザモンは力を失いはじ。スエドウさん、あなたも、父の死に関わっているんですか？もし、お父上の死は、彼が描いていたエデンの理想像は、本当に素晴らしかった。私にとっては数少ない、ロードナイトモンの暴走を止められなかったことを、私は今でも悔やんでいる。それに、家族を失う悲しみは。ロードナイトモンは、父の作ったエデンがデジタルワールドを蝕んだと。父やその子供たちにも罪があると言っていました。だから、人間を滅ぼすのだと。自業自得だと。本当にそうなんですか？あなたは真実を知っているんじゃないですか？おやめなさい。悲しい記憶を取り戻すのは、アラタ君だけで十分です。しかし、私の理想が叶えば、すべての人間が悲しみから解放されます。私も、あなた方も、あ、もちろん、アラタ君、私が、この世界から悲しみを、生まれてしまった悲しみを、悲しみを生み出す原因を、悲しみ、人間も、世界も、私がこの手で進化させてみせる！めちゃくちゃです。正気とは思えません。そうですね。できません。これも悲しい事実の一つです。ではまた、いずれ。悲しみをなくしたい。人間を進化させる。そんなこと、不可能に決まっています。あまりに子供じみています。でも、絵空事を言っているようには見えなかった。私には、彼が、理解でき。